室外機に散水するっていう装置を、ご案内させてもらいます。現在騒がれてます、電気料金削減 15% っていうのを、いかにして下げるかというところで、室外機に散水してですね、電気料金を下げるというのが注目されております。弊社の方は膜モジュールメーカーでございまして、逆浸透膜を介した、RO 水純水をですね散水することで、通常、普通の水をかけますとスケール成分がこういった形で1ヶ月もすればつくんですが、何も含まれていない純水っていうものをかけますんで、何も沈着しないと。でそういう形で、吸い込み温度を下げるということで、コンプレッサーの、動力を削減して電気代を下げるというシステムでございます。で、装置の、フォローとしましては、原水、地下、水道水地下水と原水にいたしまして、プレフィルターで荒ごみを取って、で活性炭で次亜塩素酸を取って、で RO モジュールで純水にするっていうことで、で最終的には殺菌をして、散水するというふうなフォローになっております。こういった形で、今、注目を浴びておりまして、昨年から商品上市しまして、もう50件ほどの実績ができております。